はい、こんにちは、ナースケです。ということで、今回は大好評企画、ナースケ流で体が変わった人たちご紹介。久しぶりということでね、僕のインスタグラムの方で体が変わった人募集しますっていう感じでね、公式 LINE に送ってくださいって言ってね、バーっとね、公式 LINE にたくさんメッセージをいただいて、その中からうわっこれすごいなっていうのをね、厳選してきました。そしてその数もね、10件ぐらいにしようと思ったんだけど、あまりにもね、すごいたくさんいただいてめちゃくちゃ嬉しくて、20件以上ねピックアップしちゃいました。ごめんなさい。なのでね、結構テンポよく行きたいんだけど、ナースケ流とは言いつつ、多分ねナースケ流じゃない人もいると思います。そこら辺はねご容赦ください。ただ皆さんナースケ流って言ってくれてるから、ナースケ流で変わった人たちって言わせていただきます。よろしくお願いします。本当にすごい変化が多くてびっくりしてるんですけど、まずは一人目、34歳女性、ビフォーの写真がこちら。ピカチュウのね、ピカチュウがなんか持ってますけれども、このね体型がどうやって変わるのかっていうのを僕はちょっと興味そそられまして、アフターの写真がこちら、ボーンと。すごくない？もうトレーニー、格好がもうねトレーニーになってるの。腹筋にさ縦線が入っててさ、めちゃくちゃさ腹筋が見えてるんですよ。これが80キロから54キロに変化したと。きっかけはね、デブとは自覚してたけど体重計乗って驚愕したっていうのがきっかけだったみたいで、そこはね継続期間3年で変わってます。3年で26キロを地道に落とすっていうのはこれすごい。僕も減量期間3ヶ月しか設けてないから、3年を減量期間にするっていうのはとてもすごいですね。ゆったりやってたんだろうなとか、ゆったりね自分でメンタルケアしたんだろうなとかってね、すごいいろんな想像をしてね、すごいなって思いましたね。次いきます。これね本当にすごくて、30歳男性、ビフォーの写真はこちら、ダーンとね。バーベキューでね、めちゃくちゃ気持ちよくなっちゃってる感じのね、写真なんですけど、これがね、125キロだったみたい。それが91キロに減量しました。その写真がこちらと。もうマッチョなの。ただのマッチョになってる。この期間が10ヶ月なんだって。って。ごめんなさい、ちょっとめっちゃ声大きくなっちゃったんだけど。10ヶ月で34キロ減。ってことは、まあ、1ヶ月に 3.4 キロぐらいね、減らしてるが、めちゃくちゃいいペースで減量はしてて、それをね、ずっと10ヶ月間続けてて、34キロ減。で、きっかけはね、コロナになって、YouTube でね、僕のルーティン動画を見て、ダイエットを始めましたってことでね、あ、もうね、もう、泣けてくる。もう泣けてくる。やばい。あの前回もね、すごいね、僕ね、涙がね、うるうるしちゃったんだけど、なんかさ、僕はね、ただ自分の動画をこうやって発信してるだけなのに、それをね、きっかけで、ダイエット始めて体変わりましたって言ってくれるのが、もう、しょうがなく、しょうがないほど嬉しい。もう、しょうもないほど嬉しい。何？日本語。めちゃくちゃ嬉しいの。そう。34キロやばいでしょ。どんどん見ましょう。この変化見るのが超楽しくて、次、29歳女性、ビフォーの写真はこちら。やっぱね、家事っていうのはね、僕もね、やっぱり実家から出てさ、今こうやって暮らしてて、家事っていうのはとても大変だなって思ってますから。この方ね、お子さんもいらっしゃるんですよね。アフターの写真がボーンとこちら。もうね、筋肉すごー！脂肪どこ行ったーんって感じ？すごいね、75キロから47キロに変化しましたと。この方実はね、シェイプフィットジムのね、お客さんで、今回 LINE で送ってくださって、こんな変化したの？って思って載せさせていただきました。そうだからね、なんかシェイプフィットのね、めちゃくちゃ宣伝みたいになってるんだけど、マジでね、これね、宣伝みたいになっちゃうね。こうやってお客さんも変わってくれてるから、もうめちゃくちゃ嬉しいわけ。もう素直に言っちゃう。おい、ナースケ宣伝してるじゃんって、なんでこんなところで宣伝すんのって思うけど、ごめんなさい、言わせて。だって嬉しいんだもん。きっかけは、出産した後に妊婦に間違えられたっていうのがまあきっかけだったと。まあ、直哉さんが今トレーナーとして見ていただいてるお客さんなんですけど、食事制限じゃなくて食事のコントロールと、まあ、運動、いわゆる制限する、もう全部ダメだっていうわけじゃなくて、好きなもの食べていいけど量をコントロールしようとか、まあ、いろんなところでコントロールして運動して7時間睡眠して健康的に痩せていったっていう方です。すごい変化だよね。でね、次がね、22歳女性、ビフォーの写真がこちら。何これ食べてんだろうね。場所的には中華かなって思うんだけど、めちゃくちゃなんか餃子絶対食べてるこれ。餃子とハイボールはうまいって。この方が60キロだったみたいなんですけど、こちら、ドーンとね。サマースタイルアワードってね、ブーちゃんが出てる大会なんですけど、こちらに出場して、4ヶ月でね、
千葉県大会優勝、プロになったみたいです。すげえ。プロっていうのはブーちゃんも今ねプロなんだけど、ブーちゃんと同じステージに並べるということですね。コメントでね、プロになれて今月の30日にミクさんと同じステージに並べるのが夢みたいですと。きっかけはミクさんを見て大会に出たいと思ったと。ブーちゃんを見てね大会に出たいと思って大会に出て優勝するって、しかもこの期間4ヶ月、やばすぎでしょ、やばすぎでしょ、めちゃくちゃすごいよね。優勝しちゃうんだもんね。ビフォーとアフターの違いがすごすぎて、僕は正直ね、低レベルでビビってます。こんなに4ヶ月で人って変われるんだと思って。そして次、27歳男性、ビフォーの写真がこちら。この方はね、この体から痩せたいなと思ったきっかけは、娘さんが生まれたということで、かっこ悪いお父さんじゃダメだなーってことで、ちょっと体を変えようと思ったみたいです。もうね、この気持ちだけでめっちゃかっこいいお父さんだなって僕は思っちゃうんだけど、1年の時を経て変わった体がこちら。もう水泳の選手なんです。すごいね、めちゃくちゃ変わりましたね。もともと96キロから1年間ね72キロまで落としたってことです。ゆったりゆったり、ペース的にはゆったりかもしんないけど、これのチリツモですよ。チリツモで1年間で24キロ変わったら、こんだけ見た目にも出てくるし、24キロって僕はね数字じゃないよって言うけど、でもその数字にねすごい重みを感じますね。すごい。21歳女性、その方の写真がこちら。この方はね3ヶ月でまだね継続中だけど送ってくださいました。今ね 4.75 キロマイナス中です。こちら 4.75 だけどめちゃくちゃ変わってんの。でね、やったことがね、ボディメイクしてる人の動画をひたすら見て学ぶとか、コーヒーの紅茶をミルクになしにしたりとか、まあローファットでね PFC の記録と栄養バランスを見て、毎日体重測って朝散歩して筋トレして、でさくらさんのね筋トレ動画も見て、それで週5から週6でトレーニングしてると。こういうのをさ見ると、僕もさ適当なことを発信してるつもりはないんだけど、改めてやっぱりね適当なこと発信できねえなと、一個一個動画大切に作ろうってすごい思いますね。すごい変わってるよね。お腹周りがさ特にさ脂肪が落ちてるからさ、めちゃくちゃすごいよ。でこれもまたすごいの、28歳女性、ビフォーの写真がこちら。バーンとね海に行ってね、水色の大きい浮き輪、これ僕大きい浮き輪結構好きなんだけど、でアフターの写真がねボーンとこちら。え、結構体型違くないと。しかもねマイナス10キロ。確かに数的にはすごい、10キロってめちゃくちゃ減量してるんだけど、でも多分ね筋トレもね週4から6やってて、筋トレで筋肉もつけながら脂肪も落としてたから、思っているほど体重的にはね落ちてないの。だけど見た目がすごい変わってる。これは筋量が増えてるから体重がそこまで落ちてないんだと思われる。すごい。こんなのさ、ギャルじゃん。ギャル。僕ギャル苦手って言ってますけど、この過程を見たら好きになっちゃう。好きになっちゃうよ。あ、ごめんなさい。告白とかじゃないか別に。ごめんなさい。なんかね、ちょっと変な感じになっちゃいましたけど、僕が泣きそうになった。もうほぼ泣いてた。28歳女性、ビフォーの写真がこちら。この方ね、もともと 73.2 キロあったところ、去年のね、7月から今年のね、ちょうど7月まで、1年のペースで13キロ痩せてます。すごい。アフターの写真がこちら。もうね、お腹周りが超スッキリしてんの。しかもね、シェイプティー着てます。シェイプティー着てくれてます。ちゃっかり着てくれてます。もうね、めちゃくちゃ嬉しいよね。この方のね、メッセージを読んで、めちゃくちゃ嬉しいなと思って。僕のコンセプトがまずね、100% でやるなとかっていう意味わかんないね、コンセプトなんですよ。100% でやれって、全力でやれって言うでしょ、普通。もうやるからには全力でやれよってさ、みんな言うじゃん。でもね、僕は逆で、100% でやるなっていうね、ちょっとわけわかんないね、コンセプトなんですよ。だけど、僕は、100% でね、この最短の道を通るより、継続した方がね、絶対いいし、楽しいよっていうね、だから 60% ぐらいでやろうぜ、みたいなね、コンセプトなんですよ。僕のそのまま性格が出てますね。うん、100% でやりきれないっていうね、人間性なんですけど、人に何言われても、自分のペースで頑張ればいいと。正解はないから、どんなに小さいことでも、継続することが大切って、僕もね前の動画で言ってたんだけど、これをねそのまんま書いてくれてて、この言葉がきっかけでちょっと継続してみようかなって思って、体を変えていこうって思ってくれたみたいです。僕がねエアロバイクさ、ここにあってさ、朝一漕いでるのをエアロバイク買って朝一漕いだり、ヒートやってみたり、僕の動画でね筋肉の食事やサプリのね勉強だったりとか、いろいろねめちゃくちゃ見てくれてて、僕の動画ってさたくさんあるから、こうやってね
一つの動画でね、今までの僕のボディメイクの全部のこと語ろうとすると多分ね、54時間ぐらいかかるんですよ。もう多すぎて、一個一個ね、小分けにして、ジャンル別に話していってるんですけど、この動画をね、一個一個見てくれて、この点と点をつなげてね、体がね、変わってったっていうね、すごい、もうすごいとしか言えないよ。本当に。次、30歳女性で、ビフォーの写真がこちら。で、この方はね、9ヶ月で20キロ落としてます。アフターの写真がこちら。すごい。もうお腹がぺったんこになってる。やったことはね、筋トレとか、まあ、ローファット、ケトジェニックとか、いろいろ試して、有酸素とかもやって、きっかけは、なんか僕がね、ルーティーンを出してる動画を見て、で、始めたっていう。もうね、ルーティーン出そう。もうルーティーンの動画、出しまくろ。大丈夫っていうのもおかしな話ですね。でもね、すごい嬉しい。お腹がまず見るからに違うからさ、こんなのテンション上がって筋トレめちゃくちゃやっちゃうよね。でもオーバーワークには注意して、サヤさんに足トレ誘われてもね、言っちゃダメですよ。嘘、サヤさん嘘です。僕行きます。はい、ごめんなさい。次、34歳女性、-20キロ。これがね、約半年でできてます。ビフォーの写真がまずこちら。この方はね、アフターの写真を見るとね、結構ビビると思います。アフターの写真がボン、こちら。もうね、まずね、腕の細さがすごい。約半年でね、20キロ落とすっていうのは、20キロも落としていいのって思うかもしれないんだけど、大体ね、1ヶ月で3点何キロペースだから、ペース的には結構いいペースか、ちょっと早いぐらい。こっからね、メンテナンスっていうのはすごい大切だけど、それにしてもまずはね、自分のことをね、褒めたたえてほしい。次、30歳女性、ビフォーの写真がこちら。この写真から、なんとね、-33キロです。しかも、2年半でマイナス33キロ。すごい。気づいたらね、100キロ超えてて、食事を変えたら少し痩せたので、気づいたらね、どんどんね、続けちゃったみたいです。アフターの写真がこちら。アフターの写真がさ、すごいのよ。もうお腹周りがシュッとしてさ、見るからにさ、見た目の変化がすごい。軽い有酸素運動から始めて、自重トレやって、ジム入会とね、こう段階踏んでトレーニングをしていきましたと。僕がね、YouTube 始めた時のね、体ってめちゃくちゃガリガリなんですけど、その動画を拝見して、今でもモチベーションいただいてますということでね。もうガリガリの姿なんか僕のなんか見なくていいよって思うんだけど、でもモチベーションいただいてるって言ったら、やっぱ見てってなっちゃいますね。うん。いや、そんなことどうでもいいのよ。この変化がすごいのよ、まず。はい。ちょっとね、ここ、ごめんなさい。ここは、もしかしたら批判が出るかもしれない。批判が出るかもしれないけど、ご紹介させてください。21歳男性、ビフォーの写真こちら。弟やないかい!ヒースケやないかい!大会に出るために、減量してて、で、個人的になんか一昨日ぐらいに LINE 来て、僕まだね、このピックアップしてなくて、他の方のやつも全部見てなかったんですよ。そしたらなんか LINE 来て、俺のビフォーアフター見たみたいな。いや、公式 LINE じゃなくて、個人の LINE で LINE してこいと思ってね、見て欲しかったらしくて、ブラコンって言うんですか、シスコンのブラザーバージョンみたいな、ブラコンみたいになっちゃうけど、こちらです。で、マジでね、すごいのよ。めちゃくちゃ絞れてるっていう。今度大会があるから、すごい絞ってるんだけど、それにしてもめちゃくちゃ絞れてるよね。ビフォーの写真をね、ちょっと僕ね、もっと前の写真あるから、そっちに変えます。ポン!はい、こんな感じです。こんなにね、変わります、短期間で。で、ヒースケはね、筋トレマジでね、1年未満ですね、まだ。だから、1年未満でこんだけ変わるっていうのはね、僕もなんかやっぱりお伝えしたいなと思って、ブラコンしちゃいました。24歳女性、ビフォーの写真がこちら。この方は、マックス98キロです。ここからね、1年後で58キロになってる。-40キロ。はにゃって感じですね。はにゃーって感じ。-40キロって、はにゃーって感じなんですけど、自分を好きになりたくて、何かしたいなって思って、パーソナルにね、通う決意をしたということです。アフターの写真がこちら。-40キロでね、ここまで変わりますと。いや、めちゃくちゃすごくない?めちゃくちゃすごくない?サギがもうすごいって多分ね、800回ぐらい言ってると思うんだけど、めちゃくちゃすごくない?何回でも言っちゃう。これ、次さ、すごいやばい写真いいっすか?やばい写真っす、マジで。34歳男性、ビフォーの写真がこちら。この方はね、大会に出たいと思って、で、4ヶ月間で24キロ落としてるの。正直ね、4ヶ月で24キロってめちゃくちゃハイペース。その後リバウンドしないかがちょっと不安だけど、でも大会の写真があって、これがこちら。バリバリに痩せてる。
すごいよね。よく質問いただくんですけど、太ってたら皮が残っちゃうんじゃないですかっていう質問をいただくんだけど、この男性を見ると皮はねあんまり残ってる感じはしないですよね。うん、まずはねやっぱりちょっと痩せてみて体の変化を楽しむっていうのが一番いいんじゃないかなって僕は思います。それにしてもすごい変化ですよね。ベストボディジャパンに大会出てますね、僕と一緒だ。でこの方がね多分ねこの動画で一番痩せてる方かもしれない、体重幅的に。うん、で23キロ男性、ビフォーの写真がこちら、144キロ。ここからね7ヶ月間で95キロまで落とします。減量幅49キロです。アフターの写真がこちら、タンクトップがよく似合う、すんげーマッチョになっとるやんっていう。きっかけがもう人生で痩せてる時がなかったので痩せてみたかったっていうね、一つの思いで7ヶ月間もう全力で突っ走ってきたってことがねすごいわかりますね。そんなことある？っていうね感じ。次の方がね寂しいけどラストになります。40歳男性、ビフォーの写真がこちら。もともとね130キロあって、何回か呼吸困難でね失神をしたんだって。命の危険を察してやろうと思った時に友達に誘われて、で YouTube の企画でね痩せるみたいなね企画に誘われて痩せてみようかなみたいなって言って始めたんですって。アフターの写真がこちら。もうねシュッてシュッてなってるのに、もうね8回りぐらいシュッてなってるからさ、体の変化はもう写真で見るからにわかる。そしてね体重27キロ減ったと。すげえ。この方は YouTube もやってるんだけどね、 YouTube のチャンネル名をね書いてないの。脂質制限、いわゆるローファットと有酸素運動とかね、エアロバイクとかでカロリーをねこうやって消費して、で徐々に徐々に減らしてったってことです。 YouTube チャンネルが書いてないからさ、ちょっと宣伝したいけどさ、もしね今見ていらっしゃったらこのコメント欄で宣伝してください。もうねそこにね皆さんちょっと飛んで、この方がどうやってね体重が減ったかっていうのをね見てください。ということで、ということで、はい、いや今回もすごすぎじゃない？ビフォーアフターのね動画集でした。またね企画的にもね僕もすごいモチベもらうのでやりたいなって思ってます。またインスタか公式 LINE とかでね募集したいので、その時はまた皆さんの変化を教えてください。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。